鳥が酒かな、卵は酒かな。恐竜は実際いなかったって知ってる？お、じじ？二次産地空いてますか？おい、ゴミある。おまけいます、これ。ねえ、うさい。います、ね。いません。いますね。いません。うるさい。バルはマジで神ゲー。よいしょ。ライオット最強か。茶碗蒸し食べます。お、いいね。今度茶碗蒸し知ってる？なんて？茶碗蒸し。虫、虫食べるの？違うよ。なんだこれ、知ってる？あー、卵？あ、そう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 、卵のやつ。あるあるある、あるんだ。食べたことある？うん。うん、どうだった？どうだってどういうこと？美味しかった？好きかどうか。美味しいだろう、卵は普通に。もう卵が好きじゃん。いや、でもそれで言ったら卵使ってるもん全部美味しいってことになっちゃうよ。確かに美味しいじゃん、実際。美味しい、まあ実際美味しいけど、卵は全部美味しいよ。茶碗蒸しを卵とするの結構広いな。鶏も卵も美味しい。確かに、うん、まあね。鶏が酒かな、卵は酒かな。すごい言い回しだな。それ知ってた？それ、あ、知ってた？うん。あ、へえ。どっちが酒だと思う？卵。いや、鳥だね。何かが鳥に進化して卵を産んだ。あー、もんだ、どう思うの？俺？うん。まあ美味しいからどっちでもいいよ。まあそれもそう。何でも美味しいもんね、モンド。え、でもさ、卵がさ、できるのにさ、うん、だって虚無からさ、虚空から卵ができるわけないじゃん。そうだよ。鳥は卵じゃないものから生まれた可能性あるよ。そうだよ。やっぱそっちかも。祖先が。恐竜の、恐竜とかさ。うん。宇宙から来たのよ、卵は。宇宙から降ってきた？うん。まあ、その説もあるよね。ね、虫宇宙人説知ってる？何それ怖い。虫はなんか宇宙から来たみたいな説。うん、え、怖い。何それ。いや、俺も詳しく知らないけど。虫か？うん、虫が。恐竜は実際いなかったって知ってる？なんで？それ説じゃない？ただの。そう主張してる人もいるってだけじゃないの？実際いなかったよ。見たことあんの？見たことあんの？ある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 。モンド何歳なの？何年前か調べる。恐竜はなんでみんな死んじゃったか知ってる？うん、大寒波みたいな、なんか寒くて。いや。何？俺は殺した。P2020 で俺は全部食ったよ。 P2020 で殺したの？殺して全部食べたん？やば、美味しかった？いや、さすがに P20 はきついね。シラぐらい、シラぐらいじゃないと。シーラ、シーラでいった全部。シーラ、お前強すぎだろ。あとそれしてる？何？地球は実際丸じゃない。なんで？なんで？うん、見てみたら、宇宙から。え、モンド見たことあんの？じゃあ、なるね。お前全部あるやん。どんな形だった？平面。平面。、うん、昔の人間が考えてたことだよ、それ。実際さ、うん、落ちるのよ、最後まで行ったら。何が？あ、端っこがあるってことね。そう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 。いや、それワールズエッジじゃん。意味が。実際丸ですよ。丸かな、これ。うん。いや、平面かもしれんやん。いや、俺が、オブザバで見たのよ、一番奥まで行って。丸だった。なんと。オブザバで見たのね。紙視点で、紙視点。うん。今の世界も紙視点で見たら平面、なるほどね。そうは思えないんだけど。モンドの武勇伝やばすぎるな。ちょっとたった一人でさ、シーラで恐竜倒してるファンアート誰かお願いします。シーラでね。うん、まあ未来あったな、多分。うんうん、うん、うん、この
モ合戦になったらね、誰もモンドに勝てないって俺知ってるんだ、うん、勝てないんだよね、わかる、うん、うざいマジで、うん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 、はい勝ち、うるさ、ガキか、お前にだけはマジで言われたくないよ。ドルビスニックピースしたらマジぶん殴る、殴ってみろよ、くれな、奨励な、託すのやめて、そこで奨励な、誰誰誰誰って言うと思った、俺は誰誰誰ちゃんと分かってるだよね、うん、なんかうざいな、そのうざいな。男同士の友情を芽生えさせるのやめて。いやこれはきてるな、うん、モンド、ん、モンドのこと分かってるねって、うざい、お前、いや、ね、うざい、いや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 、赤ちゃん2人、ガキか、ガキ、ガキ、お前らだよガキなの、いい加減にしろ。何面白くなってんじゃん、何もないだよ、20ないです。これでか、20ないな、まあ、落ちる PS 結構、ま、落ちたりはする、マジか、ゴミじゃん、これどこのパソコンだっけな、どこだそこ、ゴミじゃん。これどこのパソコンだっけな、これ誰にもらったんだっけな、モンドさん、ジジ、あ、なるほどね、ジジ、お、ジジ。いいのかモンドさん、そんなこと言って。お、ジジ、お、ジジやね、お、ジジはゴミだからいいよ。おうさんも言ってみて、なんて、お、ジジ、ゴミって、やだよ。二人と違って別に友達とかじゃないのに、だからだよ、だからだったらもうなんか本当に嫌われてるやつみたいになっちまうじゃねえかよ。おもろい、でもおじいじ頑張ってるよ、何を、いろいろお仕事、どうかな、そうだよ、だからモンドに案件来るでしょ、いや、いやじゃないよ。いや、そう、おじいじじゃないよ、ちなみに誰、マネージャー。いやでも CR があるからマネージャーがいて案件持ってくるんだよ。まあでも実際、うん、まあまあなんでもないです。やめとこ、帰った、終わりか、2時3時、うん、2時3時空いてますか。いや空いてないよ。ああ、いやモンド速攻クビだよ。なんで、モンド口悪いからダメです。悪くないよ。いや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 。まあ、2時3時だといいやかな。なんでじゃ無理だよ。やっぱイースポ空いてます？いや、空いてません。何笑ってんだよ。ネオポルテいいじゃん。おじじに言ってもらえない。いやだよ。なんでよ。いいじゃん。おじじに言って入れてもらえないよ、モンド兄さん。やだよ。なんでよ。おじじがいるから嫌なの？いや、さすがにね、うん、俺だけいいや。上におじじがいるのは。ずっとずっとおじじだよ、上モンドは。渋春とレイドさんの、あ、そっか、後輩になっちゃうんだ。後輩だよ、ゴミハル、うん、ゴミハルさん。え、完璧やん。渋春頑張ってる？うん、何を？ナウじゃない？頑張ってるよ。さすがに嫌じゃないか。それは認めざるを得ない。まあモンドが V スポに来るんだったら、うん、性転換しないといけないね。女の子にならないと。V スポ？うん。V スターズない？ V スターズ。V スターズ？ホロスターズじゃないそれ。作ってください。V スターズ。V スターズ？うん。V スターズ0期生。じゃあモンドがホロスターズは？アステル君にお願いして入れてもらおう。でも一応アイドルだよ。そうだよ、アイドルだよ。ホロスタは。そうだよ。一応やめて。いや、まあまあまあ。
一番悪い。確かに。いや、言葉のあやです、言葉のあや。いや、そのモンドがっていうね。ああ。モンドがっていうね。モンドがね、アイドルにならないといけないよってことだよね。そう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 。そうだよね。そうだよ。アイドルになるか。だ、もうモンド暴言吐けないよ。うん。アイドルは暴言ダメ？ダメだよ。なんで？誰が決まったそれ？そのルールある？法律ある？ないじゃん。深いな。うぜえ。なんかモンドだんだん日本語が上手くなってきてうざいんだよな。そのあれがね、バトルが強くなってるよね。いや、そう、バトルが強い、マジでうざい。暴言アイドルはダメです。暴言しないし。嘘だね。例えばゴミ。ゴミは暴言じゃないよ。暴言だよ。いや、じゃあゴミをゴミって呼ぶのがダメなの？ダメだよ。いやいやいや、だから本当にゴミ、ゴミの話。ああ、ゴミの話ね。そこら辺に落ちてるね、はい、落ちてるゴミをゴミって言わないの？じゃあ言うよ。いいんだよ。じゃあいいじゃん。ダメだよ。いや、俺が最近ゴミって言ったことないよ。ゴミ貼る。嘘つけ。ゴミ貼る、うん、言ったじゃん、さっき。いや、それはそれは仲良しだからいいのよ。追わないよ、シブハルは傷ついてるかもよ。またモンドにゴミって言われたって聞いてみて。おい、ゴミある。そこにいんの？だ、隣にいる。モンド？なんすか？パボ。韓国語？なんて言ってんのかわかんない。わかんないならいいね、ずっと言って。パボ。パボ、パボ、パボ。パーじゃないのね。パーだよ、パー。パボ？うん。モンド、パボ。黙れ。何がおもろいね。バボー。クソが。クソってなんだっけ、スレギ？ね、スレギ？スレギはゴミだよ。どうよ。クソは韓国語でどんな感じだろう。クソはうんこだよ。違う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 。そう、クソはうんこなの？そういうことじゃない。元はね。そういうことじゃない。まあそうだな、確かに。じゃない？王様なんで名前がキングなの？俺は、いや、それって説明が難しい。感触を感じたことは難しい。うん、説明が難しい。なぜ？身内ネタ。え？そう、なんて言ったらいいの、その。なんて言ったんだろう。仲間内のノリみたいな。あー、言葉で説明するの難しい。またバグってるんじゃない？あ、バグってるね、これね。ちょっと買い替えてもらう必要あるか。これはさすがに。もう、ディスコで一人でずっと喋ってるな。ねえ、ひなみ、それさ、はいはい、エーペックスやってない時はなんない？エーペックス以外でもなったりする、ね。あ、なったりする。でもゲーム中って感じ？いや、でもゲームしてない時もなるよ。あ、そうなんだ。へぇ、ワンチャン、お化け、お化けのせい。ねえ、やめて。お化けいます、これ。ねえ、うるさい。いますね。いません。いますね。いません。うるさい。やめて。お化けいます。いません。うるさい。いないです。うわ。ねえ。うわ。ね、もうやめてよ。怖わ。こわ、ね。ワンチャンあるわ、これ。ない。一緒になんか見てるじゃないの。うるさいね。うるさい。ゲームするとき。ねえ、もううるさい。お化けからピドーくん。多分ひなわの家にの近くにいる、ね、虫宇宙人だよ多分。ねえ怖い。ひなわの家の近くの虫。怖いよ。もう今日オカルト話ばっかりだ。まあでもこのいたずらはさすがに子供のお化けじゃない？確かに。命には取らないよね。まあそうか、うん。死にはしない。じゃあいいか。いや、友達呼んでくるよ。お化けの友達、ね、うん、大人のお化け連れてきたらやばいね。やばいね、うん、どうにかしないと、これ早めにお祓いとはいかな。いや、お化け塩でイージーだよ。塩持っとく、うん、お化け怖いの？別に怖くないよ。怖くないのになんでビビってんの？別にビビってない。怖くないか。怖くないよ。本当は怖いんだ。いや怖くないよ。でもちょうど、まあ、朝だし、そろそろ
いなくなるタイミングじゃない？確かにね、確かにね。じゃあ大丈夫だ、うん。さっきのいたずらが最後の。最後のいたずら？今日？うん。じゃあ、いっか。また明日。また明日あるかな？え、ひなの、日付回る前にそのバグ起きないよ。なんで？お化けだから。お化けだから？うん。集まったばっかの時、起きなきゃいけない？うん、まあ確かにあんまり。え、ねえ待ってねえもう待ってよねえ待ってもう怖い、いつも終わり際じゃない？ねえもううるさいなもう待ってもう本当にやだうわそのタイミングでね、後ろ見たら後ろこのタイミングで後ろうるさいもうやめよもう配信映画とかあるじゃん配信やめまーすはいお疲れ様でしたこの話する時急に後ろ見たのねえもううるさいあーもうお風呂入ろうと思ったのにもうもっと明るくなってから入ろうマジでうざい本当にうざいもうやめよおはようしておはようしませんもう、はい、お化けさんおはよ う, うるさいうるさいうるさいガキ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 うるさいなまれえひなのなんだよ何いやだ家の外見たらなんか白い玉がねえもううるさいねえもう本当にもう配信閉めてくるねバイバイあっ俺も閉めるわ俺も